よしアニをやってきまーす。日にちをまたいで撮影してます。そしてサブキャラをこの同じところまで進めてみたんですけど、それでやっと分かったことがあります。これで、ね、スキルはね習得してった方がいいね。こうやってなんか動画で技見れるから、これ致命の一撃だね。だこういうの見て多分ねどんどん取ってった方がいい。でね、基本的に刀とね、何使おうかな。居合、居合、あ、かっこいいね。で、俺ね、ちょっとね、鎖釜ちょっとね、使っていきたいんだよね。で、鎖釜スキルを積極的に取っていこうかな、みたいな。疾風蹴り、蹴りとかいるのかな。あ、でもこれリーチ縮められるのか。あってもいいな。これは？あー、これいいじゃん、いいじゃん。こういうの。こういうの積極的に取っていこう。これ動画見ながらね。これは？脳頭状態での使用ができ、気力ゲージが増加する代わりに気力ダメージが増加する代わりに攻撃力が増加する効果がつく。なるほど、火力上げられるのか。それでもありがたいな。蹴りを放つ斬新天、かっこいい。ルテン、何これ。斬新成立時に別の構えに移行すると気力回復が。なるほど、どれ選ぶかな。でもまだ12もスキルあるから、これ結構いっちゃっていいんすよね。黒カズラ、わ、かっこいい。これ敵引き寄せんのか。下段中段専用、分動投げつけて敵を引き寄せる。大きな敵に対しては自分が飛び込む。四角長押し、こういうのかっこいいじゃん。こういうのもらってこいよ、こういうのもらってこ。斬新のやつ取ってった方がいいのかな。基本的に斬新使う方、上段の構え、上段の構え多分ね結構使う。あ、わからねえな、何使うだろうな。回避行動でも斬新が成立するようになる。こういうの強いんじゃないの。回避行動系、上段と中段かな、欲しいの。5だからどうしよう、9でしょ、計算して使っていこう。斬新、中段専用で回避でも斬新が成立するようになる。こういうの取ってった方が多分強い。そしてこうレベルアップで多分ね体力取らなくていい気がしてくる。だやっていくとで分かってきた。じゃあ進めていきましょう。この先は全然把握してない。刀か、刀じゃなくて俺鎖釜、鎖釜先輩でいくぜ。うらえー、多分ね、多分鎖釜強えし、この武器は何よりもロマンがある。いいぞ、鎖釜いいぞ。で、なんなら、あとね、気づいたんだけど、装備もね、一個一個同じようで、能力が全部違うし、防御力もなんなら全部違う。ってことは把握した。慣れてきたらもう、あ、でも見栄えいいし、ね、ちょっと真っ裸カーニバルで行くか。やっぱこっちの方が面白いな。防御とか知ったこっちゃねえよ。死んだら死んだで、その時だよ。で、頭だけ傘をつけるという変態っぷりである。これね、向こう水の、てかね、これなんかやっぱりコメントを見て分かったんだけど、こういうの、わざわざあんまり倒す必要もないらしいね。だから適度に戦っていきます。こういうやつとは。でも多分鎖がもう強いんですよ、これ。鎖がもう、いって、やっべ。シュやべ。あぶね。あ、でもお前、スタミナが。あ、やべ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 。あぶね。くらえあ、やべやべやべ。くそ。鎖がもうビビってはダメだな。下段で、一気に攻める。あぶね。やべ、死ぬ。やべ、死ぬ。防御つけるか。いや、防御をつけるという日和行動はダメだ。オッケー、ちょっと思いのほか食らってしまったな。思いのほか食らってしまったけど、まだ全然セーフ。まだここで食らう分には全然セーフ。オッケー、さあ行こう、どんどん行こう。慣れが必要だな、鎖釜。キナ、これね、ガードが強いかもいいね。で、ガードからの超連続攻撃。あ、斬新しねえと。そうだ、斬新忘れてた。あとなんか覚えたな、なんだっけ。あ、これか。無限に切れる、かっこよすぎるだろ。これ当ててえな。
これ当ててえな。ここにいるだろう。なんか投げてきたな。あ、違う違う違う。で、くらえ！やべ、これスタミナの消費量が鬼のように激しい。うわ、なんかいる！なんかいいんじゃねえか、お前。ふざけんな、ふざけんな。ふざけんな。真っ裸やぞ、こっちは。あっぶね。いって！あっぶね。うおー、舐めるなー。ほらー、あ、ほんと鎖山かっこいい。あ、倒した、倒した、やったぜ。舐めるな俺の鎖釜を。あ、あ、あ、ミスター鎖釜やぞこっちは。俺の鎖釜に勝てると思ったか。ここはいけねえのか、こっちから。なるほど、ここにもいんな。でもこれ戦わなくていいな、わざわざ戦ってるとやっぱ時間がかかってくるので、上からも攻撃が来ているからこっちにおびき寄せて戦う。うわ、いって、マジかー、くそ、防具切るか。やっぱ防具やっぱ重要だよな、さすがに。裸のルックスは大事だけど。イエイ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 。あー、てかさ、これあれなのか、共通スキルなのかこれって。斬新のやつ、あ、斬新のやつは割と共有スキルなのか。あ、カマ、待って、刀で、あー、斬新の回避のやつは共有なのか。上段でも回避、あ、そうなのか、やっぱ中段で、あ、なるほどなるほど、把握した。通りで切ってても斬新できるなって思ったわ。今刀使ってるんだけど、まあ、刀の方が使いやすいは使いやすいわな、正直。でも鎖釜でいく。なんだこの野郎、この野郎ってなんだこの野郎。もう一回ガードな、ガード挟んでからの連続攻撃。あ、お前今、お前今突っかかったな、お前。お前こんな狭い場所でよ、長槍なんてよ、雑魚のやることですわ。素人のやりそうなことだな、まあ、こんな狭いところで鎖鎌の方がどっちかっつうと素人がやりそうなことですけどね。俺がエストのかけら来るやつか。おい、エストのかけら、え、何拾った、隕石、砥石か、隕石、隕石、あいつ卑怯だな、隕石だわっつって。小学生かよ、隕石で。まあ、俺でも俺隕石拾えたら、でも俺も嬉しいわ。あ、これさ、こっちを遠距離バトルしようぜ。遠距離バトルやぞ。あ、やばいやばい、あっぶね。いいな、あ、いった、刺さっちゃった。ほら、落ちろ。あれ、死んだか。俺強すぎね。わーい、橋の上だ、橋の上。何これ、何、あ、木か。カメラが木の方行ったのか。怖えぞ。ここ、こっちか。よいしょ、毒消し。あ、てか弓矢とかあるからそういうのも使っていくか。ああいう、例えばあれ、違う、こうか、こういうのでヘッドショット決める。1500、強っ、強すぎる、これは強すぎるでしょ。半端ねえぞ、跳ねえぞ。あ、てかくっそ楽しいんだけど。あ、やべやべ、なんかいる、なんかいる、なんかいる。何人いる、一体か、一体なら怖いこと言ってえよな。やべえ、鎖鎌最強説あるぞこれ、マジで。めちゃくちゃ強えぞ鎖鎌。おい、なめるな、おい。上段の構えの火力が高えな、やっぱり上段の構え強えわ。でもね、まあ汎用性があるのは中段の構えかな。まあ敵に囲まれてる、なんかいる、やばいやばい、なんか吸ってばいいじゃない。この時を経、器に宿りし神が魂、内潮にありて伊豆子をさまよう。なるほど、わからん、なるほど、わからん。なんかいる、いるな、なんかこのゴキブリみてえに来やがってよ、くたばりー。いや、これ遠距離攻撃できるの強いわ。そして斬新が全然できてねえわ。なんかダークソウルと同じような感覚でやっちゃうから斬新忘れちゃうんすよね、普通に。斬新分かっ、頭の中では分かって、分かってはいるんだけど斬新ができない。こういうのも買ってくか。わあ、燃えてんな。てか
地形マップを把握できてない。こっちはまあ当然のことながら行けないと。後ろからだー、こら青い小僧。でも回避ステップで斬新は強いぞ、多分ステップで斬新ができるのは多分強い。ああこれ最初来てたところか。ここ最初来てたところ、上から行くのか。うわー鬼だー鬼だー。これで倒しちゃうか。これ多分無敵なんだよ、これやってる間。どこ行ったおい、クソ鬼が。はいはい、あやべ倒せなかった。危ね。でもこいつスリップダメージで死ぬぞ多分。哀れよの、まこと哀れよ、まこと哀れなことよの。そしてね、このゲームね、武器がなんかアイオードみたいので、多分火力上がるのかな。なんかアイオードとかあるんだよね。そこがちょっとまだ、多分火力とか上がるのかな。装備がね、アイオードみたいのがあって。それで多分火力とか性能が変わるのかな。そこはちょっとまだ把握できてない。コメントで教えてください。これは裏から開けるやつか。あこっから開く。よっこいしょ。お邪魔しまーす。ママーママー帰ったよママー。これ裏にいるあいつと戦えるって。でもこいつは多分、うわーなんかいる。やみちくりー。お前を気にしてこないならこちらから行くぞ。よいしょ。若干危なかったけど、こいつ戦うか。お調子者のマタベ、何落とすんだ。なんか杖の落とすのか。危ね。あ今三角でとどめだったな。ほらこれ強いよな、鎖山の上段三角が強い。鎖鎌の上段三角、中段四角、下段四角は多分強い。故障だから泣かないでおくれ、泣かないでおくれ。こいつ戦っちゃおうかな。こいつ戦います。くらえくらえ。やべ、ここでの鎖鎌が圧倒的。斬新のタイミングはまだ違う、まだタイミングが違う。もっと遅くていい斬新。ここがクソゲーだな、こういう戦い方すると。極力やめよう、極力やめろ。鎖鎌やっぱ強えぞ。遠距離の鎖鎌、遠距離範囲攻撃の鎖鎌。あなんかいるな、お食事中だな。おい何食ってんだ、俺にも食わせてくれよ。あいた、あごめんなさい。トゥアッ、やべやべやべ、ひえー、これ一回ガード。このゲームねガードがクソ強い、思った。あこれ以上持てない、火炎玉みたいな。やべ、ショートカットに結構入れてった方がいいな。ちょっとショートカットに入れます。ショートカット火炎玉みたいな、これか違うな。あ火炎玉10個もあんのか。投げると爆発、周囲にダメージを与える。なるほど、これやっぱこういうのショートカットなんか結構使ってった方がいいな。なんか結構余ってるアイテムとかこういうの。あでもこれソウルだろ、これソウルだから、まあ、こんなもんでいいか。塩、あーなるほど、妖怪に大きなダメージを与える。まあ、こんなもんでいいか。あこいつ食われてたのか、かわいそうに。女の子じゃないか、多分女の子食べられてたのか。なんてこったよ。あ火炎玉みたいのめっちゃ拾えるじゃん。ドカーンドカーン。あ拾えた拾えた、これ強えじゃん。俺は一級花火職人になるんだ、そう決めた。一級花火職人だわ私は。これ何、こっからどっか移動すんのか。多分火があってあっち行けないんですよね。あっちが行けないから迂回しながら、迂回しながらどっか回っていくのか。なんだどこだ、おい小僧やるのか、おい撃ってみな。あ抜けた抜けた、そこが抜けた、
そこが抜けた。やばい、斬新斬新。くらえー、俺様の鎖山をくらえー。おいおい、かっこよ。あ、新しい鎖山じゃないの。新しい鎖山だ。やったー。あとで性能見ていい方に変えよう。お宝だ。いや、火炎玉みたいの、火薬玉みたいの欲しいな。まさかここで落とし穴にかまるとは思ってなかったんだ。あれは取れないから、また上から行き直しか。また上から行き直し。これ取れないんだよね。やっぱじゃあこの火薬玉みたいの積極的に使った方がいいな。もったいねえわ、こんなにいっぱい拾えるなら。もったいねえわ。それともたまたまここが火のステージだからいっぱい拾えるだけか。どっちだ。あっちにもアイテムあるな。こういうのを炎に紛れて見落としがちだな。てか、なんなら弓とかももうちょっと使っていい気がするな。弓使わなさすぎる気がするな。逆にこっちから撃ってやろうってわけ。あっちまで届くかな。ヘッドショットしよう。これやばいな。なんか向こうの攻撃が先に来る。炎の矢とか卑怯だろお前。いやー、何回やらかすの。何回やるんだよ。全然見えてないよね。あそこに穴がある。そこに穴あるんすよ。だからこうか、こういうことだ。よいしょ、舐めるな俺の鎖釜を。あんまり舐めない方がいい私。あーてかここにはしごあるじゃん。じゃあ蹴落とすか。ここでショートカットか。あそこなんかいるんすよね。効かんな小僧。小僧、おい、暗いな。あ、いった、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 危ねえ、暗え。落ちる落ちる。あ、でもあいつスリップダメージしてる。どうせこれにもやが湧いてくるみてえだ。こうやって変わっちゃうのか、あの鬼に。心を鬼に食われたのか、哀れなり。これで どこまで行くんだ。熱っ熱っ。しかもしかもかなりのダメージ食らいますよ、あの炎、あの炎。ああのデーモン見てのこの炎の中に誘導したら強いんじゃね。多分敵も食らうだろこれ。敵にもさすがにダメージ入るだろ。よっしゃ、タチ。武器結構拾えるな。で、おめえは何してんだ。おい、拾い、調べる。で、これいらない武器どんどん換金した方がいいな。換金、これで暮らせんじゃん。転売ヤーとして生きていく。ここはさっき反対側から燃えてたところか。こっちも見たい。そんでもってこっちも見たい。こっちもアイテムがある。あ、ここも井戸。なんだこのちっこいの。家に帰りてえのか。悪いが、ちっこいの俺はもう動けねえ。どこにいる、あの緑のやつが。こん中だろ。はい、え、なに、ちっこいのどこ。ちっこいのいねえじゃねえかよ。どこにいんだよ、あの緑のやつだろ。あの緑のやつ返して俺は何のメリットがあるかわかんねえけどよ。この裏か。なんだおめえ、ふざけるな。あ、下段弱えな。やっぱ上段が強い。火力が高い。そして斬新をことごとく忘れる私。斬新しやばり。あ、これチャンス。あ、くそ、枯れなかった。ちょ、斬新くらえー、とどめだ。うわ、なんかすげえ長い武器ゲットした。オッケー、こっちからはいけない。はしごが切れてる。はしごが切れてんのか、ここ。なんてこったい。なんてこったい。家ん中は入れないみたいですね。やべ、いっぱいいんな。おびき寄せる。あ、上から攻撃されてる。ブーン、ストーン。
ストーン強い。しかも体燃えんだこれ。てか多分俺いいこと考えたんだけど、反対側いけねえのか。くそ、炎かな。上からも攻撃来てんのか。しゃあねえな。ドーン、あぶね。こうやっておびき寄せて、で人数多いときは、あ、いた、いや、あー、マジかー。ここまで来るの地味にめんどくせえぞ。